たんで、いろんなものを失いましたね、はい、皆さんが何を失ったのか一つ一つ語っていただきたいと思います。事件の一報が入ってきたわけですけど、うん、掘り下げるね。お前とは一生取引せんからなみたいな強硬な取引先も結構あったわけ、うん、結局何を失ったんですか具体的に。年商1億5000万の会社の代表おりましたよ。誰が悪いと思ってるんですか。16人ぐらい書類送付されたじゃないですか。そうです。だから僕も警察から電話かかってくると、おお。そうだよ、さあ平田ぜや、やんだぜや、病んだ人みたいになってるよ。本日のサブちゃんはどんな感じなんですか。いやこれわかんない、メインチャンネルそのまま流すかもしれない。いきなりメインチャンネルですか。ストックないんだもん、もうサブちゃんからゆっくり戻ってきたかった。やっぱりね、ポーカー事件で一番大打撃を負った2人。2人っすね。その事件の人が偶然にも今日カード開封っていうね。そう、ワンピースカードぜひプレゼントいたしますので皆さん、はい、はい、見ててください。すっごい情報量が多い開幕っすね。そうですね。じゃあまあそろそろ復帰しないとっていう感じで。そうっすね、いろんなものを失ったんで。いろんなものを失いましたね、はい、びっくりすることよりいろんなものを失った20代最後でした。そうですね。いや本当にね、あちょっとお腹空いたんですよ、飯ですか。本当にさね、いろんなもの失ったよね。僕も食べていいですか。本当にこれくらいですの900円くらい。うん、まあ、どれ8万円ぐらい。5万4000円です。いやなんかすげえ失ってね、1年ぶりぐらいの遠田のミス。今開幕からめっちゃいじるやんこの人たち。仕事めっちゃ失ってね。そんなヤンさん、はい、ちょっとやっぱカード屋さんでもあるってことだね。ちょっともはやカード屋さん以外全部失いましたもん。そう、失っちゃった。ヤンチムは早稲田国際教養学部を出てで会社経営をしていて、カード会社の社長なんですよね、経営者なんですよね、はい、だから、はい、ワンピースカードとかがこうワンカートンとかで手に入ってて、で僕が結構カードがすごい好きで、遊戯王とかポケモンとか好きで結構、まあ、あとマジック・ザ・ギャザリングのカードとかをヤンチムから買ったりとかしてて、やっぱいいのを手に入るとね、やっぱいいもの売ってくれるんですよ。結構世の中で今ワンピースカードが流行ってて、まあ俺と森哲ちゃんも昔サブチャンでね英語でワンピースをやってたりしてね、今日はちょっとこう久々の英語でワンピースカードですよ、うん、というところで、まあ僕がね欲しいカードがいくつかあるんですけど、僕ってプレイヤーじゃないんで基本的に大半のカードっていらなくなっちゃうんですよね、うん、だからまあそれこそプレイしたい視聴者の方にこうランダムになんかプレゼントとかしてやっていってもいいのかなという感じ、はい、お決まりの方は僕のツイッターフォローしてワンピースカード欲しいと書いていただければと思います。はい、前回ね僕のチャンネルでやってダダ滑りした企画です。あ、そうなんだ。じゃあちょっとやってみたいと思います。じゃあそれで開けながら皆さんが何を失ったのか一つ一つ語っていただきたいと思います。うん、すごい企画だな。復帰なんてさせてもらえるなんて思ってなかったので、はい、復帰させてもらえるだけでありがたいんですけど、レアカードはこちら。サボが一番やっぱり。サボがね、今ね、この撮影時の価格で1枚6万5千円になってますね。あ、それでも下がったんだもん。いや、結構、なんていうか、はっきり言って初動にしては低い方ではありますよね、まだまだね。はい、サボ狙いです。ちなみに、まあ、このシャンクスは初段のね、レアカードなんですけど、はい、これがね、今現在10万円ぐらいまで戻ってきたかな、確か。10万。もうちょっと安いかな。普通に考えたら頭おかしいですからね。カード、紙ですからね、これ。じゃあ、もう、えっちらおっちら開けていきますか。もヤンチムはあの事件の日とかはなんかどんな風に知ったんですか。まあ僕ら一応 LINE はしてましたけどね。みんなでずっと電話してましたもんね。ねえ、そう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 。僕大阪にいたんですよね、みんなに電話で慰めてもらいながら、ストックさんラウンジ大阪店にいた時にちょうど事件の一報が入ってきたわけですけど、うん、みんなに慰めてもらいながら松原さんに肩を抱かれながら横で竹之内社長に爆笑されてました。あー、そうだったんだ。そうだ、いて、それ初めてはその通話で会ったことないんですけど、うん、通話しましたわ、竹之内さんと、うんうんうん、はじめましてって言われたわ。あれ出た、レベッカって言った。まあ、R 大したことないっす。 R 大したことないっすね。それ何が SR 以上から初めてワンピースカードが輝きます。まただから竹之内さんがその場で悪乗りをして、うん、燃えてないのにチャッカマン持って火薬庫に飛び込んでいくみたいな感じの、はい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 、アバンギャルドな動きをしてくれたんで、うん、ますます盛り上がりましたね。そうだったね。3時かっこいいですよ。大惨事です。大惨事でしたね、本当に。で、ヤッチムがじゃあなんで燃えるというかなんか糾弾されるの。掘り下げるね。おー、ビビのシク、ビビのシクが出ました。ビビビシク、うん、
これなんかはシークレットってこと、シクってシークレット泣いてるわけじゃない。これ結構いいやつ、これね、あのこのビビのこのシークレット多分確か今 2,3 千円ぐらいだと思いますね。僕がそもそもまあ燃えはしましたけど、そこまで言ったら、ね、周りの人たちは大物だったんですけど、僕は言ったら小物なんで、そんなに注目を浴びてるキャラでもなかったんですけどね、うん、皆さんが炎上してる中でも僕ももうなんかどうしようかなっていうのを考えてるところで、まあとりあえず平先生、森哲先生にはとりあえずご迷惑をおかけしたり、あと松原さんとか、はいはい、僕の当時のビジネスって今よりも B2B だったので、うん、結局こう一般のお客さんというよりはこう一緒に事業をやっていく人たちにそういうところで名前が出てしまったところに関しては申し訳ないなっていう気持ちが強くて、平先生、森哲先生は超優しく接してくれた側で、何らかの釈明をしないとお前とは一生取引せんからなみたいな強硬な取引先も結構あったわけですね。やっぱ経営者やってる中でレピテーションリスク背負ったらまあしょうがない話なので、そこで弁護士の先生とかあの松原さんとかにいろいろ相談してもらって、でできた文章があの勝賛同条項という、はいはいはい、はい、いわゆるあれ、僕のことを勝賛同2期と呼び始めるきっかけとなった。勝賛同2期、その2期って呼びなかった。でもなんか実際のところ勝賛同ではあったわけでしょ。本当に勝賛同は食ってたんですよ。本当やってたんじゃないの。写真見ます。写真見ます。見せてるじゃないですか、ちょいちょい。まあ、ちなみに言うと、まあ、あの今思いっきりロースカツサンド買ってきてくれましたけど、実際に食ってたのエビカツサンド。エビカツサンドか。エビカツサンドなかったからな。まあ、ただあの、あの時はさ、視聴者の方々とかは森鉄のふつふつとした怒りを感じるみたいなコメントとかにあったけど、まあ、別にそういうことじゃなくて、ただ悲しさはあったよね。悲しさはあったけど、別に怒ってるとかじゃなかったんだよね。まあ、あれはもう、あれですよね、まあ、ちょっと僕が言うのもちょっと変な話なんですけど、うん、まあ、皆さんで話し合った上で、一番その事業を守るために、僕がこういう形を取るのが一番いいっていう結論で、まあ、ああいう形で皆さんに対して出させていただいたっていうことですよね。やっぱね、無理やりあのまま出し続けてても、やっぱ世間の風当たりが強かったから、うん、しばらくおとなしくしてた方がよろしいだろうっていうことではあったんで、うん、っていう、うん、はい、その辺の優しさで、裏方ではないですけど、うん、水面下でこう付き合いを続けさせていただきながら、まあ、もちろんそのカツサンドの釈明でなんか契約を切ってきた会社もいっぱいあったんですけど、まあ、その中でお二人とか松原さんとかにはまあ引き続き良くしてもらいながら、でさ、普通にいつかまた会えたらまた仲間と呼んでくれますか。森田さん、ごめんなさい、あのこれ別に珍しくないです。そうなの。一箱に一枚入ってます。入ってんのかい。何やドンカードって。ドン。全然珍しくないです。弱いやつは死に方も選べねえ。まあ僕が弱いやつだったんで死に方が選べなかった。選べなかった。おおおお。ちょっと引くカードも選べなかった。僕が2番目に欲しいって言ったやつこれです。2番目なの。これ今おいくら？1万円弱ぐらいいくんじゃないこれ。おお、盗もうとしてるやんけ。違う違う違う、バカ野郎。スリーブスリーブ。ネフェルタリビビでございます。ネフェルタリビビのリーダーカードのリーダーパラレルってやつですね。これワンカートに確率で言うと2枚ぐらいですかね。そうですね。一番トップレアって言われてるのがサボのコミックパラレル、コミック漫画の原画みたいな背景なんですね。ああ、コミックってそういうことね。コミックですね。コミカルな、コミカルな方じゃなくて、その次にいいやつですね。へえ。ちょっとまあ間はだいぶ水は空いちゃうんですけど、先に言っておくとヤンチムワンピース読んでません。はい。恐ろしい。だから今あれ、これだけなんかリーダーがどうのこうのって言われたけど、あ、全然あのビビが誰かも分かってない。まだアラバスタ円入ってないんで。まあこのサボが、これのコミックパラってやつが、背景が漫画になってるやつがあるんですけど、これがね、今ね、あの現在の価格で6万5000円ぐらいになってるんですよね。全然出ないです、全然です。ワンカード何枚書いてる、箱に200枚って書いてる。ちょ、ヤマト SR が出ました。平先生好きそう。これのね、もう一個上が好きなのよね、デザイン。この枠が何なのか、スーパーなカードだったら嬉しい。スーパーえい。なんだ、何、おー、ドフラメンゴだ。あ、ドフラか。いや、好きなんだけど、これじゃなくてリーダーパラレルがもう出ないかも。リーダーパラレルって何なの。そもそも、うん、なんで今日の企画来た。すげえカード詳しいけどワンピース詳しくない人と、すげえワンピース詳しいけどカード詳しくない人が、フュージョンするから俺。で、両方詳しくないって。両方なんでパワー落ちんだよ。コラさん、これコラさん、ああ、これロシなんて、1500円ぐらいです。まさか俺の好きなあの人なんじゃないか。いきます、ダン。いかが、ヤマトだ。きたー、俺が一番好きなヤマト来ましたよ。あー、おじゃがじゃん。あ、3時。おー、3時か。3時です。
今何時よ。今ね、3時ね、2800円になりますね。12時半だ今これ。俺3時めっちゃ好きだから、やっぱ一番好きだ。え、3時好きなんですか。圧倒的にこれが一番かっこいい。結局何を失ったんですか、具体的に。結局僕がやってるやってないとかに関わらず、取引しないっていう会社がやっぱ多かったんですよね、はいはいはい、で僕がずっと代表取締役を務めてた株式会社テンペストっていう会社の代表おりました、はい、そんなテンペストだったわけですね、はい、そうね、まあまあまあみそぎですよね。結局悪いことをしたしてないというよりはこう、うん、なんかそれでやっぱり守らなきゃいけないのは、一緒にこうビジネスをしてくださる先生方のような人たちとか従業員だったりするので、はいはい、ちょっとその言い方は申し訳ないですけど、うん、あれに対してその外向けの言い方っていうのはどっちかというとなんか皆さんに対する謝罪みたいな意味合いというよりは、周りのこの人たちに対して今のままダメージを最小限に抑えるために取らざるを得ない選択だったみたいなところ、うんうん、トラだけにね、はいはいはい、ラッシングです。そういうのをしなきゃいけなかったわけですよ、はい、まああとまあ正直あれから令和の虎にはまあもしかしたら岩井さんにとは連絡取ってる時もあるんで、お願いすれば出してもらえるかもしれないですけど、令和の虎にはさすがに出なくなりましたね。他の皆さんはやっぱ復活されているんで、復活したいのっていうお声もいただいた時もあったんですけど、ちょっとそうですね、今そこまでのそういう気持ちにはなってなくて、このカードは絶対に、うおーいいんじゃないですかこれ、いいやつだな、いいやつだ、せーの、パン、なんだ、おお、そうだ、あっ、ね、あ、でも惜しいな、惜しい、惜しいです、惜しいです、これいいやつ、コミックじゃないですよ、あね、これの背景がね、コミック背景になってたら、コミック背景、そうそう、漫画なのよ背景が、ま、背景が漫画でしょ、あー、そういうこと、うん、これだとね、7万円近くになるんですよ、1万円ぐらいいってるかもな、え、シルバーの銀色だ、え、うん、何色だ、あー、杯か、赤犬じゃないですか、好きか、でもね、俺杯ね、好きよ、お、俺なの。なんかさ、前一緒に向いた時もさ、あんたばっかりいいもん引いてたよね、俺が買ったカートンなのに、これはちょっと俺のチャンネルなのにいいとこなんもないんです。あ、はい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 、あ、でももう出てるか、もう出てる、1枚出てるけど、はい、まあでも何枚やってもいいですからね、山本さん、じゃあ1枚プレゼント、まあ1枚プレゼント、はい、これは3000円ぐらいかな、ほら、ちょっとでも失ったものが、はい、わからないですよ、結局失ったものは、食ですよ、食、社長降りたりしてるから、被害額は、被害額ですか、被害総額は、いやいや、年商1億5000万の会社の代表降りましたよ、お、あ、ちょっとなんかいいの出た、うん、これいくらぐらいすんの、まあ2000円弱ぐらいですね、おお、じゃあ1億5000万失ったっていう、まあ、1億5000万失ったわけじゃないですけど、まあ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 、なんか一度に何かを失ったレベルで言うと、僕もそれ以上なんかネットとも釈明しても結局誤解を生むだけなんで、まあ、ね、まあ、これぐらい今期間を空けてこういう感じで出してもらったら、まあ新たにあそうだったんだって思ってくれる人もいるかもしれないですけど、その場で釈明してもそんなみんな納得するわけないじゃないですか、うん、でもまあ一応何らかの説明は必要だっていうので、でいろいろその後もいろいろなんか、いやお前他にもこんなことやってたろとかいろいろ言われたんですけど、それ僕も答えてこなかったんで、なるほどね、デジタルタトゥーを刻まれたんじゃないですか、不用意だったとは思います、やっぱり板場とか、うん、ですけど、やっぱりまあ正直、まあ、結構嘘つきやろうとも言われてますけど、カツサンドも本当に食ってたし、うん、やってないもんやってないんで、うん、そうだよね、やってないって言ってもなかなかね、その場に行かないよね、そうですね、だからまああんまそこに関してこうやったやってないで話をするんじゃなくて、うん、こう自分を大事にしてくれる人とか自分を応援してくれる人のために頑張っていきようと思ってます、うん、なるほど、お後がよろしいようで、ちょっと俺の見せ場がゼロだったんですけど確かにね、何もなかった、何もなかったんだけど今日、はい、レターパック配達に来たやつが持ってたって郵便局員が、あ、でも似たようなことありますよ、あの僕 Uber 頼んだらカツサンド、カツサンド、それはクレーム入れるそれはさすがに Uber の会社にクレーム入れますカツサンド、カツサンドはやばすぎるでしょUber 頼んだら、あの関連の令和の虎の志願者がヤン社長って言ってきた、で僕その回見てなくてサムネで見たって言いましたね今日とかもね、はい、外国からのお客様を案内して接待されてたじゃないですか、英語で喋るんでしょ、そうそうそう、ああいうはカツサンド、ああいうはカツサンド、そんなこと言うわけないでしょバカにしすぎでしょSVC 成り立ってないよああいうはカツサンド
アユはカツサンドガイとか入れないカツサンドガイ、いやもうカツサンドでいいんですよ。カツサンドアユはそのものを買うのゲームのチャンネルとかもあれは、あーまああれはもうほんとしょうがないですよね。スポーツベッティングの、はいはいはい、の YouTube チャンネルの MC とかもやってましたね、うん、当時は。それはもうやっぱ最悪ですね、もう相性的には。まあまあ相性的には最悪ですね。最悪、最悪だね、うん、だから当初はそんなに向こうも気にしてないっていう感じだったんですけど、うん、まあまあまあでもよく考えたら難しいねっていう話になって、大きくなってきましたね。大きくなってきたからね。誰が悪いと思ってるんですか。ああいい話じゃんこれ。あでも俺は一人の名前聞いてるわ。誰が悪いと思った人使えなくするな。自分で自分でお前が困るんやで。ピー入れるから。ピー入れるから。口元でもさ、口元は一人は言ってたじゃん、もう俺は聞いてたから。まあ、あれですよね。そういう賭け事のお金以外のお金も入ってるにもかかわらず、そこを同じグループラインにまとめた人は良くないですよね。別に恨んでもないですし、別に普通に話しますけど、そこっていう、せめて、ね、なんか、そこがあるかどうかでこう、巻き込まれてるかどうか変わったんで、これ使われるんですか、使えない、これは。だから別に俺、あそこのライン全然加わってなくても不自然じゃなかったのに、で、ね、加わったっていうのは一個あるのと、あの状況下で目立ちに行った人は良くなかったとは思ってます。ああ、なるほどね。一人しかいないし、まあ、そうですね。逆に、まあまあ、いや、竹野内さんも目立ち言ってましたけど、うん、ほら、別の人は、まあ、竹野内さんは別にもう横で面白がってただけなんで、別に、うん、まあそれは全然竹野内さんからしたら対岸の火事が面白い感じでしたけど、あの自分の家燃えてんのになんか油かぶって火の中に裸で飛び込んでいった人はもうすごいですよね。見てるか、うん、絶対このチャンネル見ないだろうけど。箱でいくら箱買いして、箱で7万2000円。そうですね、7万2000円。じゃあそれでこのカードでいくらだったら、まあ出してください。トントンぐらいかな、この出方だと。計算して出してください。やっぱ動画的にはそこをみんな知りたいんで。じゃあちょっと数字出しますんで。はい、はい、分かりました。でプレゼントできるのがダブったやつはいいわけ、まあそうだね、2枚別に欲しくないやつっていうか、まあ別に1枚も欲しくないやつもあるんで。じゃあ結構そうだね、プレゼントできますんで。ですね、僕のこと1回でもカツサンドとか嘘つきとか言ったやつに当たらないようなシステムになってるんで、はい、はい、まあでも普通に考えて嘘つきサンドはセーフ。あの、ゆうてらのこと考えたときに、早いとこ戻ってきてほしいな、なんかやってほしいなっていうのは思ってたから。教育上良くない人になっちゃったからね。そうだからまあ2年後に集結しようぜって。あとまだ1年ある。長えな。長えな。16人ぐらい書類送ってされたじゃないですか。そうします。だから僕も警察から電話かかってくるぞって、はい、その他のレオントラの人たちから言われてて、はい、で、しまいには、いやもうこの刑事さん担当だから自分から電話しろって言ってよ、みたいなこと言われて、で僕は警察に電話したんですよ、あの、うん、呼ばれるんでしょうかって言って、うん、だから警察の人が、あ、そういうのはこっちから声かけるんで、うん、二度と電話してくれるから。誰なんそのアドバイスしたやつ。今のとこ使っていいの。あれさ、うん、あ、その話しちゃいます。俺だって捜査資料読んでるから俺。え、そうなんですか、うん、あのなんで捜査資料読んでるんですか。あのルートを使って読んだんですよ。よくご存知ですね。ヤンは書類送検されてて、あれ、いや、メンバーシップでノーカットです。すごい、すごい期間中に、まあ、森哲先生がそのあの悲しみのお気持ち動画を出しちゃったように、はいはい、僕の DM の方に森哲を悲しませんよって殺してやるっていう DM が来ましたからね。悲しんどったんやな、自分。いや、ここまで森哲先生のために怒ってくれる人がいるのに、僕はなんか、なんか、ね、本当に申し訳なかったなと思いました、その瞬間だけは。悲しんどったんやな、自分。悲しんでたもんな。泣いてたもんな。さあ、はい。じゃあ、まあ、引いたレアカードだけね、まあ、数十円になっちゃうものとかはもう抜きましたけど、はい、まあ、いわゆる1000円以上の値段がつくもの、うん、全部トータルでですね、3万5400円でした。全然元取れてないじゃん。まあやっぱりね、あの、ワンカートン7万2000円買って元取るには、やっぱもう漫画、コミックパラレルサボが来ないと、やっぱダメですね。サボを一発引くか、他が全部ロイヤルストレートフラッシュじゃないと。あ、そうです。それありえないからね。ここであえてポーカーをちょっと挟んでいくっていう。はい、面白かったです。じゃあこれ、プレゼントどれ出せるんですか？まあ、この辺とかこの辺とか、まあ、プレイする人たちは全然持ってってくださっていいですよ。うん、あの、僕はコレクションカードだけやっぱり欲しいんで。わかりました。はい。じゃあ、
ツイッターでフォローしていただいて、はい、コメント説明、この動画のリンク貼ってあるやつに欲しいですって言ってくれれば、その中で抽選で平さんがして送りますね、うん、その時にだから DM 送れない人だったら無理なんで、うんうん、確かにそうですね。はい、ありがとうございました。手心地んじゃあお帰りなさい。ありがとうございます。お帰り、はい、多分でもこの動画を見てない人たちがまたなんかいろんな企画出た時にあいつなんで戻ってきたんだっていうのをその繰り返しだから。